ゾッとする話。誰いや、うち吉本興業の、はい、あの吉本ですよ、うん、はい、知らないですか、ハーフですよね、はい、僕あの2年目なんですけど、うん、お父さんがブラジル人で、でお母さんは日本人で、うん、普通に大阪の吹田育ちなん で、うん、で心は全く日本人で、それで上野幸男って言うんですけど、幸男って、吹田が吹田です、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。エリナちゃんどうですか、怖い話っていうのは。あのこの間あの、うん、ちょうどゾッとする話だった時に、はい、ゾって文字落ちてきたじゃないですか。はいはい、チャブウッドかな。ちょっと外れた。ほら落ちた。ここが外れた。どの隙間。これわかんな。わかりませんね。その時にクリスさんと一緒だったんですけど。一緒でき。そう、一緒でした。私クリスさんのことなんか本当にお姉さんみたいな感じで、なんかクリス姉さんみたいな感じで本当に慕ってて、その時も、キャーって言って思わずクリスさんに飛びついたんですよ。で、まあ他の人たちも男性だったし、まあ、クリスさんしかいないなと思って抱きついたんですけど、オンエア見て、めっちゃおっさんに抱きついててゾッとしました。おっさんじゃないわよ。え、おっさんちゃうの？まずはこの方。今度いつ来るの？これまで何度もスタジオを震え上がらせた中西が今夜身内に起きた恐怖の体験を告白。僕あの亡くなったおばあちゃんによくあんたお化けとか見たことないかっていうふうに言われたんですよ、うん、で僕は一度もなかったんで、いやいやないよっていうふうに言ってたんですけど、なんでそんなことを聞かれるかっつったら、僕の家結構霊感の強い家系らしくて、実際そのおばあちゃんも霊感が強くて、何回かその霊的なものを見たことがあったんですね。でこれはあのそのおばあちゃんから聞いた、うちの親父が子供やった時の話なんですけど、昔おばあちゃんがちっちゃかったお父さんを連れて夜銭湯に行ったことがあったらしいんですよ。で当時ですから街灯とかもそんなになくて、真っ暗な道を歩いていかないといけなかったんですね。で手つないでて歩いてたんですけど、急にゾクッとして、これ以上先はちょっと行くのが嫌やなってっていうところがあったらしいんですよ。でそれはどういうところかっていうと、両脇に畑があるんですね。でその真ん中に道が通ってるんですよ。でここを通るのはちょっと嫌や、絶対に通らん方がいい、なんか嫌な感じがするから通らん方がいいなっておばあちゃん思ったらしいんですよ。ほんでパッて見たら、真っ暗で何も見えないところで、畑でおばあさんが何人かで畑仕事してるらしいんですよ。でそれを見てうちのおばあちゃんは、あ、もうこれは偉いもん見てしまった、それが霊やっていうのがすぐ分かったんですね。そうか、時間的におかしいもんね。怖いなって思って、でも親父がちっちゃかったんで怖がらせてはいけないと思って、ちょっと遠回りしようかっていうふうに言ったんですね。ほんならうちの親父が畑の方を指さして、あの人ら何してんのっていうふうに言ったんですよ。で子供やのに親父に見えてたんですよ。でそれでおばあちゃんびっくりして、あんたあれ見えてんのか、でも正直に話そうと思って、あれはお化けやから、もしも声かけられても絶対に返事したらあかんでって言うんですね。そしたらうちの親父が、分かった、じゃあお母さん、この人もそうなんて隣も人もそうです。うわぁ、なんやねんその距離感。ズームが半端ないな。落ち着けへんよな。ズームがやっぱり遺伝なのかね、霊感って。でも僕はほとんど見たことがないんですけど、うちの親父は今でもその車乗ってて、こうなんか白い着物着たおじいちゃんが歩いてて壁の中に入っていくとこ見たりとか、あとひいおばあちゃんのお葬式の時にお坊さんがお経を唱えたら、親父の服だけ金粉が出てきたんですよ。うわって、あぶっ、金粉がずっと湧いて出るっていう。金粉湧いてる、何のジャンルの話やねんそれ。なんかお経の間だけ金粉が。あ、そう。はい、あの僕二十歳の時なんで、もう18年ぐらい前にアルバイトをしてたんですけど、あのその、まあ、下北沢のお店に松本さんと、木村さんがいらっしゃったんですよ。はい、初耳。はい、
それで、僕当時巨人賞の弟子やってたんで、なんかこの先輩に認められるとか気に入られたいっていう方法はもう絞りをうまく絞るとか、そのいい返事をするとか、そういう風な手段しか僕知らなかったんで、松本さんと木村さん来た時に認めてどうしても欲しくて、いいハンバーグの焼き方しようとすごい頑張って、はい、もう結構お客さんいたんですけど、とにかく松本さんと木村さんのやつに全精力込めて、はい、本当にそのコーンの量もちょっと増量してみたりとか焼き加減もすごい気遣っていうお店なんですけど、はい、はい、覚えてる、行ったも覚えてる、はい、それもうとにかくもう松本さんと木村さんのやつにかかりっきりでやってたんですよ、はい、それでもう松本さんと木村さんにお出しして、はい、顔見たら結構満足げに食べてらっしゃってて、うん、よかった、これで結構俺もまた認めてもらえるかなとか、はい、今思ってたらもう一つの方も同時進行で進めてたんですけど、ボロボロのもう黒焦げみたいな、もうハンバーグも割れちゃってゴミみたいなハンバーグになっちゃって、でもそれも、まあ、もう店長に怒られるんで、デミグラスソースかけてもうなんとかごまかして出したんですよ。その出したお客さんが大山信代さんだったんですよ。大山のおじさんがまた常連だって話で、もう店長にチクられるんじゃないかと思ってゾクッとしましたね。怖いね。大山のおじさんには気づけへんかったけど覚えてる、キムと行ったわ。はい、はい、あ、そうですか。うん、あれじゃあ普通のレギュラーサイズじゃなかったんや。はい、この値段でこのボリューム、伝わってるやん、届いてるやん、よかったです、願い届いてるやん。今度普通に行ってみよう。本物が分かりますけど、本物のぐらいのサイズか、焼き加減とか。でも大山信代さんもなんかでも美味しそうに、そんな米みたいなハンバーグ。非常に僕はそのゲイの方から声をかけられるっていうんですか、すごくモテるんですね、自分っていうのもあれなんですけど、うん、で、おとついも、はい、クリスさんと廊下ですれ違った時に、おだますって挨拶して遠藤くんって呼び止められて、何ですかって言ったら、私本当に遠藤さんのことが大好きなの、うん、本当にどうかしたいぐらいってまあ言われたりとか、おいね、はっきり言われてる、はっきり言われてる。まあ僕も何が笑いで、全部言われたやんか、もうほぼもうそこに全て集約されるようなことをポンと言われたり、でもそれも慣れっこなんで、はいはいはい、で違う曲でマツコ・デラックスと会えば、本当に私の家に来ない、そのまあ冗談っぽくじゃなくて、まあ結構本気のトーンで、あ、来るなぁ、みたいな。でも、ああ、まあまあまあ、はい、みたいな感じで、まあ、ごまかしてるんですけど、で、ある日突然、まあまあ、その、いろいろもあったんですけども、本当にゾッとする日がありまして、収録が終わりまして、楽屋に戻ってきて、まあ、いつものように、携帯電話のパッとチェックして、着信をチェックしたら、そこに、ピーコ、ピーコ、おすぎピーコ、ピーターって入ってたんですよ。すごいやん、飽きてるやんか、サイバー攻撃みたいな感じ。本当にそっち行こうかなと思う。ゾッとしますこれは。本当にゾッとするようになります。本当にごめんなさい、もう一応聞いておくんですけど、クリスは遠藤どうしたい、どうしたい、ちょぶっちゃけ全然僕らわかんない。いや、私はだからきっかけを言って、あとはもう遠藤さん料理していただきたいっていうだけで、いや私はだから自分からはいけない、グイグイすいません、僕料理しませんよ。え、おかしい、してよ料理、うん、あ、うわ、この流れか。あのね、ほんの半年ぐらい前なんですけど、はいはい、やっぱり人は興奮
したらあかんなっていうか、はい、冷静じゃないとやっぱあかんねえなって思った、はい、ゾッとする話なんですけど、はい、たまたま新宿あたりかな、俺車乗って夜に走ってたんですよ、はい、で信号待ちでちょっと止まったら、サラリーマンのおっさんが、はい、多分ね、上司は俺と同じぐらいやわ、はい、年齢的には、はい、それでね、ちょうど同期ぐらいの女の人がいるんですよ、はい、で、この上司がね、めっちゃ怒ってるんですよ、はい、で、その後輩がおんのよ、この後輩が若いんやけど、はい、ちょっととんがり気味の後輩なんでしょうね、はいはい、それでもうその上司がもうね、もう興奮してもうて、もうプルプル震えてて、はい、お前さーみたいな、はい、それでその OL がもうやめなよ、もうやめだってってなってるんだよ、はい、でその若いやつはなんかちょっとね、なんかちょっとこんな感じなんですよ、はい、もうね喋れないんですよ、もう興奮して、ね、お前さーってじゃあ俺と戦えよ会社と戦えよ世の中と戦ってみろよって言って、ターが多すぎるんですよ、もっと見たかったんですけど、信号があったから、信号があったからいかなしゃあの戦えよ戦えよあれはちょっとね、やっぱ冷静にならないとね、人間ダメだなって、結構あるんですね、そうですね、あ多いな、はい、僕先ほども言ったんですけど、はい、お父さんがブラジル人で、うん、お母さん日本人で、うん、普通に大阪育ちなんで、はい、心は全くの日本人で、はい、向こうの言葉は全く喋れないんですけど、行ったことは2回ぐらいだけあるんですけど、それじゃ喋られへんもんね、はい、でもうやっぱこの見た目なんで勘違いされたりするんですよね、うん、この間も友達と5人で居酒屋に行ったんですけど、うん、突き出しが僕だけポップコーンで周りは切り干し大根なの、おちょぐられてるな、はい、しかも別にポップコーンじゃないもんね、じゃないんで、ブラジルなんで、じゃないもんね、アメリカやもんね、もう普通でいいんですし、銀行に普通に通帳を作りに行くだけで、上野幸男でこの顔で最終的に支店長まで出てきて怪しまれて、通帳を作るだけやっていう、そうか、はい、でこの見た目なんで期待されることもあって、はい、中学校の時も一回も喧嘩したことないんですけど、自動的に番長になってたんです強いもん、強いもん、ちょっと格闘技の国みたいなところもあるから、とんでもないやつがおるっていう、でその大阪の吹田で静まぬ太陽っていう名前を長めやな、はい、でそんなんがあった、いろいろあるんですけど、僕ゾッとした話が、小学校3年の時に、うん、やっぱ父親がブラジル人ってことで、はい、無理やりサッカー部に入れられたんですよ、はい、で僕そういうのがもう嫌で週に1回ぐらいしか練習に行かなかったんですよ、期待もでかいもんね、そうなんです、それでリフティングとかも本当に7回とかしかできなくて、もう嫌で仕方なかったんですよ、たまたま行ったら試合があったんですよね、で部員が少なくて、で監督がお前も出ろって、はい、で僕めちゃめちゃ下手なんでどうしようと思って、いざ試合が始まったんですよね、でも頑張らなあかんと思って、でも絶対やばい、どうしようあかん、どうしようと思ってパッて前見たら、もうマーク3人ついてたんですよ、顔だけでうまいと思われて、ね、それはあいつマークせえよってなるよ、はい、もうゾッとしましたゾッとするな、はい、するね、もういろいろありまして、見た目で判断したらあかんな、新宿のバッティングセンター行ってバットを構えてたら後ろ気になるなと思って見たら、野球少年がフェンス越しで僕のこと見てたりとかめっちゃ打ちそうやもん、もうチケット顔やもん、はい、チケット顔やもん、フェンス顔やもん、さあ来たよ、お願いします、ちょっと部屋を借りるときに気をつけなあかんなと思った話を聞いたんですけれども、ちょっと女性の知り合いが九州からちょっと大学のために上京したらしいんですよ、で女の子なんですけれども、まあ、その子が、まあ、マンション一室借りたんですけれども、ちょっと近隣に挨拶行こうと思って、その、まあ、洗濯粉を買うてその同じフロアの人に挨拶行ったらしいんですよ、どうやら左隣は誰も住んでなかったらしいんですよね、で、まあ、自分が住んでて右隣に挨拶行ったら、まあ、ひげ面のちょっと不愛想な男の人が住んでたんですよ、で、すいません、今日どこどこから引っ越してきて今日から住むんでよろしくお願いしますって言っても目も合わせてくれへんし、あ、はいはいはいって、その洗濯粉パッと取って
ドーンってドア閉めるぐらい、挨拶もちゃんとできへんぐらい不愛想な人が住んでたから、あ、これ気をつけなあかんなと。なんかとテレビのボリュームが落ちすぎてとかで近隣トラブルになったらなんか大変そうやから、ちょっと気をつけようと思って住んでたんですよ。で住み始めて気づいたんですけれども、めちゃめちゃ壁が薄かったらしいんですよね、うん、もうなんかこうテレビ見てても普通に女の人の声とかが聞こえるんですよ、うん、ほんで会話声聞こえたり笑い声聞こえてて、隣の人から聞こえるなと思って、もしかしたらそのヒゲ面の不愛想の人が、まあ、彼女と同棲してんだろうなと思ったんですよ、うん、で、まあ、しばらくしてても、まあ、1ヶ月2ヶ月住んでもずっとその女の人の声とか聞こえてて、ほんで1回テレビ見てたらうるさいなと思ってまた聞こえてたんですけど、テレビ見てたら急に女の人がギャーっていう悲鳴を上げたんですよね、うん、ほんでえっと思ったら、そっからシーンってこう女の人の声も止まったんですよ、うん、でその瞬間にあれと、もしかしたらそのヒゲ面の男の人が彼女と揉めてなんか刺したとかそんなんでもう急に殺してしまったんじゃないかなと思ってたら、自分家のドアの玄関のドアが急にこうやって、おいおいおいっていう男の人の声が聞こえたんですよね。ほんでえ何と思って恐る恐る覗き穴の見たら、その隣のヒゲ面の男の人がずっとおいおいおいってノックしてるんですよ。もしかしたらこれ自分も殺されるんちゃうかなと思って慌てて携帯電話取りに行ったんですよ。で警察に電話しようと思って、でその瞬間に台所の上にちょっと小窓があるんですけど、そこがガラガラガラって開いてるんですよ。ほんでヒゲ面の男の人がずっと見てて、うわどうしようと思ったら、その人が、あよかった悲鳴が聞こえたんで助けに来たんですって言ったんです。だからずっと隣から聞こえてる悲鳴やと思ったんですよ、女の人の会話やと思ったんですけど、どうやら自分の部屋の中からずっと聞こえたらしいんですよ。で隣にはその女の人がいないんですよ。で横は当然空いてるんで、自分の部屋からずっと聞こえてた誰かがもう一人おったんですよ、ね、はい。じゃあその女性、見えない女性と生活してたんや。ずっとそうですよ、一人暮らしじゃなかったっていうっていうことやね、はい、でそのヒゲ面の人はいい人やったっていうか、まあ、まあ、普通に助けに来た人です、はい、でそこに入る前になんかそこでもしかしたら事件が亡くなられたとか、はい、っていう人がそのままいたんや、いたかもしれないっていう、ちょっとしますねこれは。はい、これ6年ぐらい前の話なんですけど、僕ちょっととある舞台に出させてもらってて、でその舞台が入り時間がお昼の12時やったんですよ。で2回公演で、はい、でその日はちょっと早めに目が覚めて、まあちょっと早いけどええかと思ってその劇場に行ったのが10時半ぐらいやったんですね。で10時半に行って、で地下2階ぐらいに楽屋があるとこやったんですけど、こう降りて行って、ほな電気もついてなくてまだスタッフも誰も来てない状態で、なんか怖かったんですよ。なんか変な感じすんなぁ思って、で自分で電気つけて、で楽屋広い大部屋やったんですけど、そこにも電気つけてもなんかポツンといんのも怖かったんですよ。だからなんか怖いなぁと思ってて、でちょっとおしっこしたなったし、おしっこ行こう思っておしっこ行ったんですね。でおしっこのそのトイレも薄暗く電気ついてるんですよ。でおしっこしてたら、それ大便の方からあたって聞こえたんですよ。あたみたいな、誰と思って、でその時のとある舞台で三股又三さんが座長の大井龍馬っていうのを出させてもらってたんですけど、そのあたって言うた声がもう三股さんおい、ちょびっくりするやん、三股さんいたんですか、早いですねって言ったら、そうなんだよって、いやもうちょっと待ってくれよみたいな言うてるんですよ。えどうしたんですかって言うてる、ほんなら、いやさ今さお尻を拭いたんだよ、拭いたらさ指が3本入っちゃってさ、自分が嫌になるよって言ったんですよ。どうして入るの、僕ゾッとしてもらったよ。何の知らんしびっくりするやん。それで、はい、その目線は何なの、その大便の上でしゃべってわかりますよ、ね、こう覗いたんやろ。いや覗いてはいないです、もう向こうから、あそう、はい、
あ、こういう感じの三股になったわけじゃないよね。まあそうですね。そうね、はい、落語でこれはあるけどこれは。松本さんもそれは一緒におられた話なんですけども、はい、うん、まあ、心霊スポットをね、はい、ロケでよく行ったりするんですけど、ガキでもう10年以上前なんですけど、なんかね、トンネル、あれはほんまに怖かった、はい、本当にあのなんかいろんなランクがあるらしくて、はい、でもその中でももう S 級の本当に行ってはいけないというところに、はい、まあロケで行った時に、まあ本当にあのトンネルの中にずっとみんな入っていったんですけど、まあもちろんまあベタにカメラが壊れたりとか、うん、音声がおかしくなったりとかっていう話になって、本当に普通にあったんですよ。ありましたよね。それでまあもう戻ろうってバッと戻ってきて、で霊媒師の方もおられたんですけども、一応そこで除霊しますっていう話になったんですけど、でまあ松本さんも除霊されて、でまあ松本さんもまあ一体ちょっとついてました、でももう取ったんで大丈夫です、うん、遠藤君も大丈夫です、浜田さんも一体ついてました、山崎さんもまあ一体ちょっとついてましたけども大丈夫です、田中なんですけども、その霊媒師さんが30体ついてます。霊をひーふーみーみたいな感じで数え出したんです。一人一人数えてる場合やない、はい、もうこうもう二個一でこう霊を数え出して西色、うん、30何体ついてるってなって、中ももう顔面真っ青になって、もうその日だけではもう除霊できないってなって、田中の除霊終わるまでに約1ヶ月以上かかりました。これ本当の話だ。この後番組史上最低のゾッとする話。この話さ、いろんな番組でやってごらん、出入り禁止になるから。仕事なくなると思う。クリスさん、はい、クリスさんもなんかゾッとする話あったりするんですか？十分今日ゾッとさせてくれてる。え、私やめてください。ゾッとさしまくりやけど。私この間コンビニでシーチキンマヨネーズのおにぎり買ったんですよ。もうそれだけでゾッとする。普通に食べないでしょ。え、大好きなの。変な使い方しようとしてるんだ。どういう使い方ができるんですか。シーチキンマヨネーズのおにぎりを食べてかじったんですよ。したらプチ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 ってなるから、何かと思ったら明太子マヨネーズだったの。私はびっくりして、すぐにで会社に電話かけてね、それでもなんか取り合ってくれないから工場に電話かけたんですよ。それでもなんか解決つかないから、もう今でも冷蔵庫に取ってあって、それゾッと。その話さ、いろんな番組でやってごらん、もう出入り禁止になるから。仕事なくなってもう仕事どんどんなくなる。ここは優しいからね、ギリオッケーやけど。ありがとうございます。いや、政治もすぐ電話するじゃん。クレーマーやからね、あれは。いや、大きい大きいハンバーガーやショップでハンバーガー買ってセットで家帰って食べよう思うたら、ポテトが入ってないって、もう即電話すわ、うん、おのらごら、おのれから始まる。今すぐポテト持ってこい。いや、そういうサービス、サービスあれやろ、頼んだもんが入ってないんじゃ、上出せ言って、ものすごい上まで電話つながって、うん、おのれたまごらって言ったら、すごいですね、やっぱ大きい会社って、うん、大変ありがとうございます。うわ、何がや、いや、そこまでして我が社のポテトを食べたいとおっしゃっていただいて、おお、ありがとう。そこはアホや。手玉に取られてんねん。あっこは最高や。
ゾッとする話。誰誰誰、いや、うち吉本興業の、はい、あの吉本ですよ、うん、はい、知らないですか、ハーフですよね、はい、僕あの2年目なんですけど、うん、お父さんがブラジル人で、でお母さんは日本人で、うん、普通に大阪の吹田育ちなん で、うん、で心は全く日本人で、うん、それで上野幸男って言うんですけど、幸男って吹田、吹田なんや、吹田です、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。エリナちゃんどうですか、怖い話っていうのは。あのこの間あの、うん、ちょうどゾッとする話だった時に、うん、ゾッて文字落ちてきたじゃないですか、はいはいはい、リリチャブートはな、ちょっと外れた、うわ落ちた、ここが外れた、どの隙間、これはあかんな、おまけませんね。その時にクリスさんと一緒だったんですけど、あ、一緒だけ、はい、そう、一緒でした。私クリスさんのことなんか本当にお姉さんみたいな感じで、なんかクリス姉さんみたいな感じで本当に慕ってて、その時もキャーって言って思わずクリスさんに飛びついたんですよ。で、まあ他の人たちも男性だったし、まあ、クリスさんしかいないなと思って抱きついたんですけど、オンエア見てめっちゃおっさんに抱きついててゾッとしました。それはおしい、それおっさんじゃないわよ。おっさんちゃうの。まずはこの方。今度いつ来る？これまで何度もスタジオを震え上がらせた中西が、今夜身内に起きた恐怖の体験を告白。僕あの亡くなったおばあちゃんによく、あんたお化けとか見たことないかっていうふうに言われたんですよ。で僕は一度もなかったんで、いやいやないよっていうふうに言ってたんですけど、なんでそんなことを聞かれるかって言ったら、僕の家結構霊感の強い家系らしくて、実際そのおばあちゃんも霊感が強くて、何回かその霊的なものを見たことがあったんですね。でこれはあのそのおばあちゃんから聞いた、うちの親父が子供やった時の話なんですけど、昔おばあちゃんがちっちゃかったお父さんを連れて夜銭湯に行ったことがあったらしいんですよ。で当時ですから街灯とかもそんなになくて、真っ暗な道を歩いていかないといけなかったんですね。で手つないでて歩いてたんですけど、急にゾクッとして、これ以上先はちょっと行くのが嫌やなっていうところがあったらしいんですよ。でそれはどういうところかっていうと、両脇に畑があるんですね。でその真ん中に道が通ってるんですよ。でここを通るのはちょっと嫌や、絶対に通らん方がいい、なんか嫌な感じがするから通らん方がいいなっておばあちゃん思ったらしいんですよ。ほんでパッて見たら、真っ暗で何も見えないところで、畑でおばあさんが何人かで畑仕事してるらしいんですよ。でそれを見てうちのおばあちゃんは、あ、もうこれはえらいもん見てしまった、それが霊やっていうのがすぐ分かったんですね。電話は時間的におかしいもんね、怖いなって思って、でも親父がちっちゃかったんで怖がらせてはいけないと思って、ちょっと遠回りしようかっていうふうに言ったんですね。ほんならうちの親父が畑の方を指さして、あの人ら何してんのっていうふうに言ったんですよ。で子供やのに親父に見えてたんですよ。でそれでおばあちゃんびっくりして、あんたあれ見えてんのか、でも正直に話そうと思って、あれはお化けやから、もしも声かけられても絶対に返事したらあかんでって言ったんですね。そしたらうちの親父が、分かった、じゃあお母さん、この人もそうなんて隣も人もです。うわ、怖いやん。なんやねん、その距離感。ズームが半端ないな。落ち着けへんよな。落ち着けへんよな。ズームが。やっぱり遺伝なのかね、霊感って。でも僕はほとんど見たことがないんですけど、うちの親父は今でもその車乗ってて、こうなんか白い着物着たおじいちゃんが歩いてて壁の中に入っていくとこ見たりとか、あとひいおばあちゃんのお葬式の時にお坊さんがお経を唱えたら、親父の服だけ金粉が出てきたんですよ。うわーって、あ、金粉がずっと湧いて出るっていう。金粉湧いてる、何のジャンルの話やねんそれ。なんかお経の間だけ金粉が、あ、そう。はい、あの僕二十歳の時なんで、もう18年ぐらい前にアルバイトをしてたんですけど、あのその、まあ、下北沢のお店に松本さんと、木村さんがいらっしゃったんですよ。はい、はい、
それで僕当時巨人師匠の弟子やってたんで、なんかこの先輩に認められるとか気に入られたいっていう方法はもう絞りをうまく絞るとか、そのいい返事をするとか、そういう風な手段しか僕知らなかったんで、松本さんと木村さん来た時に認めてどうしても欲しくて、はい、いいハンバーグの焼き方しようとすごい頑張って、はい、うん、もう結構お客さんいたんですけど、とにかく松本さんと木村さんのやつに全勢力込めて、はい、本当そのコーンの量もちょっと増量してみたりとか焼き加減もすごい気使って、はいはいはい、お店なんですけど、はい、はいはい、覚えてる、行ったも覚えてる、はい、そのもうとにかくもう松本さんと木村さんのやつにかかりっきりでやってたんですよ、はいはい、それでもう松本さんと木村さんにお出しして、はい、顔見たら結構満足げに食べてらっしゃってて、うん、よかったこれで結構俺もまた認めてもらえるかなとか、はい、今思ってたらもう一つの方も同時進行で進めてたんですけど、ボロボロのもう黒焦げみたいな、もうハンバーグも割れちゃってゴミみたいなハンバーグになっちゃって、もうそれも、まあ、もう店長に怒られるんで、デミグラスソースかけてもうなんとかごまかして出したんですよ。その出したお客さんが大山信代さんだったんですよ。また常連だって話で、もう店長に作られるんじゃないかと思って、ゾクッとしましたね。怖いね。俺大山の皆さんには気づけへんかったけど覚えてる、キムと行ったわ。はい。あ、そうですか。うん。あれじゃあ普通のレギュラーサイズじゃなかったんや。はい。この値段でこのボリューム。伝わってるやん。届いてるやん。よかった。願い届いてるやん。今度普通に行ってみよう。本物が分かりますけど、ね、本物ぐらいのサイズだったの焼き加減とか。でも大山信代さんもなんかでも美味しそうに、そんな米みたいなハンバーグ。非常に僕はそのゲイの方から声をかけられるというか、すごくモテるんですね、自分というのもあれなんですけど、おとついも、はい、クリスさんと廊下ですれ違った時におだますって挨拶して遠藤くんって呼び止められて、何ですかって言ったら、私本当に遠藤さんのことが大好きなの、うん、本当にどうかしたいぐらいってまあ言われたりとか。おいね、はっきり言われてる。はっきり言われてる。まあ僕も何が笑いだ。全部言われたやんか。もうほぼもうそこに全て集約されるようなことをポンと言われたり。でもそれも慣れっこなんで。はいはいはい、で、違う曲で、マツコデラックスと会えば、本当に私の家に来ない？そのまあ、冗談僕じゃなくて、まあ結構。ゾッとする話誰いや、うち吉本興業の、はい、吉本ですよ、うん、はい、知らないですか、ハーフですよね、はい、僕2年目なんですけど、うん、お父さんがブラジル人で、でお母さんは日本人で、うん、普通に大阪の吹田育ちなん で、うん、で心は全く日本人で、うん、それで上野幸男って言うんですけど、幸男って、はい、吹田なんや、吹田です、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。エリナちゃんどうですか、怖い話っていうのは。この間ちょうどゾッとする話だった時に、うん、ゾッて文字落ちてきたじゃないですか、はいはい、チャブウッドかな、ちょっと外れた、うわ落ちた、ここが外れた、どの隙間、これはあかんな、裏切りませんね。その時にクリスさんと一緒だったんですけど、あ、一緒でき、はい、一緒でした。私クリスさんのことなんか本当にお姉さんみたいな感じで、なんかクリス姉さんみたいな感じ本当に慕ってて、その時もキャーって思わずクリスさんに飛びついたんですよ。で、まあ他の人たちも男性だったし、まあ、クリスさんしかいないなと思って抱きついたんですけど、オンエア見てめっちゃおっさんに抱きついててゾッとしました。おっさんじゃないわよ。え、おっさんちゃうの。まずはこの方、今度いつ来るの。これまで何度もスタジオを震え上がらせた
た中西が今夜身内に起きた恐怖の体験を告白。僕はあの亡くなったおばあちゃんによくあんたお化けとか見たことないかっていうふうに言われたんですよ。で僕は一度もなかったんで、いやいやないよっていうふうに言ってたんですけど、なんでそんなことを聞かれるかっつったら、僕の家結構霊感の強い家系らしくて、実際そのおばあちゃんも霊感が強くて、何回かその霊的なものを見たことがあったんですね。でこれはあのそのおばあちゃんから聞いたうちの親父が子供やった時の話なんですけど、昔おばあちゃんがちっちゃかったお父さんを連れて夜銭湯に行ったことがあったらしいんですよ。で当時ですから街灯とかもそんなになくて、真っ暗な道を歩いていかないといけなかったんですね。で手つないでて歩いてたんですけど、急にゾクッとして、これ以上先はちょっと行くのが嫌やなっていうところがあったらしいんですよ。でそれはどういうところかっていうと、両脇に畑があるんですね。でその真ん中に道が通ってるんですよ。でここを通るのはちょっと嫌や、絶対に通らん方がいい、なんか嫌な感じがするから通らん方がいいなっておばあちゃん思ったらしいんですよ。ほんでパッて見たら、真っ暗で何も見えないところで、畑でおばあさんが何人かで畑仕事してるらしいんですよ。でそれを見てうちのおばあちゃんは、あもうこれはえらいもん見てしまった、それが霊やっていうのがすぐ分かったんですね。そっか、時間的におかしいもんね、怖いなって思って、でも親父がちっちゃかったんで怖がらせてはいけないと思って、ちょっと遠回りしようかっていうふうに言ったんですね。ほんならうちの親父が畑の方を指さして、あの人ら何してんのっていうふうに言ったんですよ。で子供やのに親父に見えてたんですよ。でそれでおばあちゃんびっくりして、あんたあれ見えてんのか、でも正直に話そうと思って、あれはお化けやから、もしも声かけられても絶対に返事したらあかんでって言うんですね。そしたらうちの親父が、分かった、じゃあお母さん、この人もそうなんて隣も人もいてます。うわうわ怖いやん、何やねんその距離感。ブームが半端ないな。落ち着けへんよな。落ち着けへんな。ブームが。やっぱり遺伝なのかね、霊感って。でも僕はほとんど見たことがないんですけど、うちの親父は今でもその車乗ってて、こうなんか白い着物着たおじいちゃんが歩いてて壁の中に入っていくとこ見たりとか、あとひいおばあちゃんのお葬式の時にお坊さんがお経を唱えたら、親父の服だけ金粉が出てきたんですよ。うわーって。すごい。金粉がずっと湧いて出るっていう。金粉湧いてる。何のジャンルの話やねんそれ。なんかお経の間だけ金粉が。あそう。はい。あの僕二十歳の時なんで、もう18年ぐらい前にアルバイトをしてたんですけど、あのその、まあ、下北沢のお店に松本さんと、木村さんがいらっしゃったんですよ。はい、はい、それであの僕当時巨人賞の弟子やってたんで、なんかこの先輩に認められるとか気に入られたいっていう方法は、もう絞りをうまく絞るとか、そのいい返事をするとか、そういう風な手段しか僕知らなかったんで、松本さんと木村さん来た時に認めてどうしても欲しくて、はい、いいハンバーグの焼き方しようとすごい頑張って、はい、うん、もう結構お客さんいたんですけど、とにかく松本さんと木村さんのやつに全精力込めて、はい、本当そのコーンの量もちょっと増量してみたりとか、焼き加減もすごい気遣っていうお店なんですけど、はい、はい、覚えてる、行ったも覚えてる、はい、それもうとにかくもう松本さんと木村さんのやつにかかりっきりでやってたんですよ、はい、それでもう松本さんと木村さんにお出しして、はい、顔見たら結構満足げに食べてらっしゃってて、よかった、これで結構俺もまた認めてもらえるかなとか、はい、今思ってたら、もう一つの方も同時進行で進めてたんですけど、ボロボロのもう黒焦げみたいな、もうハンバーグも割れちゃって、ゴミみたいなハンバーグになっちゃって、もうそれも、まあ、もう店長に怒られるんで、デミグラスソースかけてもうなんとかごまかして出したんですよ。
その出したお客さんが大山信代さんだったんですよ。大山信代さんがまた常連だっていう話でもう店長にチクられるんじゃないかと思ってゾクッとしましたね。怖いね。俺大山信代さんには気づけへんかったけど覚えてる。キムと行ったわ。はい、あそうですか。うん、あれじゃあ普通のレギュラーサイズじゃなかったんや。はい、この値段でこのボリューム、伝わってるやん、届いてるやん。よかった、願い届いてるやん。今度普通に行ってみよう。本物が分かりますよ。本物ぐらいのサイズだったら焼き加減とか。でも大山信代さんもなんかでも美味しそうに、そんな米みたいなハンバーグ。非常に僕はそのゲイの方から声をかけられるというんですか、すごくモテるんですね、自分というのもあれなんですけど。で、おとついも、はい、クリスさんと廊下ですれ違った時に、おだますって挨拶して、遠藤くんって呼び止められて、何ですかって言ったら、私本当に遠藤さんのことが大好きなの。うん、本当にどうかしたいぐらい。でまあ言われたりとか、おいね、はっきり言われてる、はっきり言われてる。まあ僕も何が笑いだ、全部言われたやんか。もうほぼもうそこに全て集約されるようなことをポンと言われたり。でもそれも慣れっこなんで、はいはいはい、で違う曲で、うん、マツコデラックスと会えば、うん、本当に私の家に来ない、うん、そのまあ冗談っぽくじゃなくて、まあ結構本気のトーンで、あ来るなぁみたいな。でもああまあまあまあはいみたいな感じで、まあ、ごまかしてるんですけど、で、ある日突然、まあまあそのいろいろもあったんですけども、本当にゾッとする日がありまして、収録が終わりまして楽屋に戻ってきて、まあいつものように携帯電話のパッとチェックして、着信をチェックしたら、そこにピーコピーコおすぎピーコピーターって入ってたんですよ。すごいやん、飽きてるやんか、サイバー攻撃みたいな。本当にそっち行こうかなと思う。ゾッとしますこれは。本当にゾッとするようになります。本当にこれごめんなさい、もう一応聞いておくんですけど、クリスは遠藤どうしたい、どうしたい、ぶっちゃけ全然僕ら分かんない。いや私はだからきっかけを言って、あとはもう遠藤さん料理していただきたいっていうだけで。いや私はだから自分からはいけない、グイグイしません、僕料理しませんよ。えおかしい、してよ料理。あうわこの流れか。あのね、ほんの半年ぐらい前なんですけど、はい、やっぱり人は興奮したらあかんなっていうか、はい、冷静じゃないとやっぱあかんねんなって思った、はい、ゾッとする話なんですけど、はい、たまたま新宿あたりかな、俺車乗って夜に走ってたんですよ、はい、で信号待ちでちょっと止まったら、サラリーマンのおっさんが、はい、多分ね上司は俺と同じぐらいやわ、はい、年齢的には、はい、それでね、ちょうど同期ぐらいの女の人がいるんですよ、はい、でこの上司がねめっちゃ怒ってるんですよ、はい、でその後輩がおんのよ。この後輩が若いんやけど、はい、ちょっととんがり気味の後輩なんでしょうね、はいはい、それでもうその上司がもうねもう興奮してもうてもうプルプル震えてて、はい、お前さーみたいな、はい、それでその OL がもうやめなよもうやめだってってなってるんだよ、はい、でその若いやつはなんかちょっとね、はい、なんかちょっとこんな感じなんですよ、はい、もうね喋れないんですよ、はい、もう興奮して、ね、お前さーってじゃあ俺と戦えよ会社と戦えよ世の中と戦ってみろよって言ってターンが多すぎるんですよ。もっと見たかったんですけど信号があったから信号があったからいかなしゃあの戦えよ戦えよあれはちょっとねやっぱ冷静にならないとね人間ダメだなって結構あるんですね。怖いですね。あ多いな。
はい、あの僕先ほども言ったんですけど、はい、お父さんがブラジル人で、うん、お母さん日本人で、うん、普通に大阪育ちなんで、はい、心は全くの日本人で、はい、向こうの言葉は全く喋れないんですけど、はい、行ったことは2回ぐらいだけあるんですけど、それじゃ喋られへんもんね、はい、でもあのやっぱこの見た目なんで勘違いされたりするんですよね、うん、この間も友達と5人で居酒屋に行ったんですけど、うん、突き出しが僕だけポップコーンで周りは切り干し大根なのおちょぐられてるやん、しかも別にポップコーンじゃないもんねじゃないんでブラジルなんて、ね、はい、アメリカやもんね、もう普通でいいんですし、銀行に普通に通帳を作りに行くだけで、上野幸男でこの顔で最終的に支店長まで出てきて怪しまれて、通帳を作るだけやっていう、そうか、はい、でこの見た目なんで期待されることもあって、はい、中学校の時も一回も喧嘩したことないんですけど自動的に番長になってたんです強いもん強いもん、ちょっと格闘技の国みたいなところもあるもん、とんでもないやつがおるっていうで、その大阪の吹田で沈まぬ太陽っていうあだ名を、長めやな、はい、でそんなんがあった、いろいろあるんですけど、僕、うん、あのゾッとした話が小学校3年の時に、うん、やっぱ父親がブラジル人ってことで、はい、無理やりサッカー部に入れられたんですよ、はい、で僕そういうのがもう嫌で週に1回ぐらいしか練習に行かなかったんですよ、期待もでかいもんね、そうなんですよ、それでリフティングとかも本当に7回とかしかできなくてもう嫌で仕方なかったんですよ、たまたま行ったら試合があったんですよね、で部員が少なくて、で監督がお前も出ろって、はい、で僕めちゃめちゃ下手なんでどうしようと思っていざ試合が始まったんですよね、でも頑張らなあかんと思って、うん、でも絶対やばいどうしようあかんどうしようと思ってパッて前見たら、うん、もうマーク3人ついてたんですよ、顔だけでうまいと思われて、ね、それはあいつマークせえよってなる、はい、もうゾッとしましたゾッとするな、はい、するね、もういろいろありまして、見た目で判断したらあかんな、新宿のバッティングセンター行ってバットを構えてたら後ろ気になるなと思って見たら野球少年がフェンス越しで僕のこと見てたりとかめっちゃ打ちそうやもん、もうスケット顔やもん、スケット顔、スケット顔、スケット顔、さあ来たよ、お願いします、ちょっと部屋を借りるときに気をつけなあかんなと思った話を聞いたんですけれども、うん、ちょっと女性の知り合いが九州からちょっと大学のために上京したらしいんですよ、うん、で女の子なんですけれども、うん、まあ、その子が、まあ、マンション一室借りたんですけれども、ちょっと近隣に挨拶行こうと思ってその、まあ、洗濯粉を買おうってその同じフロアの人に挨拶行ったらしいんですよ、うん、どうやら左隣は誰も住んでなかったらしいんですよね、うん、で、まあ、自分が住んでて右隣に挨拶行ったら、まあ、ヒゲ面のちょっと不愛想な男の人が住んでたんですよ、うん、で、すいません今日どこどこから引っ越してきて今日から住むんでよろしくお願いしますって言っても目も合わせてくれへんし、あ、はいはいはいってその洗濯粉パッと取ってドーンってドア閉めるぐらい挨拶もちゃんとできへんぐらい不愛想な人が住んでたから、あ、これ気をつけなあかんなと、なんかテレビのボリュームが落ちすぎてとかで近隣トラブルになったらなんか大変そうやからちょっと気をつけようと思って住んでたんですよ、で住み始めて気づいたんですけれども、でめちゃめちゃ壁が薄かったらしいんですね、うん、もうなんかこうテレビ見てても普通に女の人の声とかが聞こえるんですよ、うん、ほんで、まあ、会話声聞こえたり笑い声聞こえてて隣の人から聞こえるなと思って、まあ、もしかしたらそのヒゲ面の不愛想の人が、まあ、彼女と同棲してんだろうなと思ったんですよ、うん、で、まあ、しばらくしてても、まあ、1ヶ月2ヶ月住んでもずっとその女の人の声とか聞こえてて、ほんで1回テレビ見てたらうるさいなと思ってまた聞こえてたんですけど、テレビ見てたら急に女の人がギャーっていう悲鳴を出たんですよね、うん、ほんでえっと思ったらそっからシーンってこう女の人の声も止まったんですよ、うん、でその瞬間にあれともしかしたらそのヒゲ面の男の人が彼女と揉めてなんか刺したとかそんなんでもう急に殺してしまったんじゃないかなと思ってたら、自分家のドアの玄関のドアが急にこうやって、おいおいおいっていう男の人の声が聞こえたんですよね、ほんでえ何と思って恐る恐る覗き穴の見たらその隣のヒゲ面の男の人がずっとおいおいおいってノックしてるんですよ、でもしかしたらこれ自分も殺されるんちゃうかなと思って慌てて携帯電話取りに行ったんですよ、で警察に電話しようと思って、でその瞬間に台所の上にちょっと小窓があるんですけど、そこがガラガラガラって開いてるんですよ、ほんでヒゲ面の男の人がずっと見ててうわどうしようと思ったら、その人があよかった悲鳴が聞こえたんで助けに来たんですって言ったんです
だからずっと隣から聞こえてる悲鳴やと思ったんですよ、女の人の会話やと思ったんですけど、どうやら自分の部屋の中からずっと聞こえたらしいんですよ。隣にはその女の人がいないんですよ。で横は当然空いてるんで、自分の部屋からずっと聞こえてた誰かがもう一人おったんですよ。はい、その女性、見えない女性と生活してたんや、うん、ずっとそうです、一人暮らしじゃなかったっていうっていうことやね、はい、はでそのヒゲづらの人はいい人やったっていうか、まあ、まあ、普通に助けに来た人です、はい、でそこに入る前に何かそこでもしかしたら事件が亡くなられたとか、はい、っていう人がそのままいたんや、いたかもしれないっていう、ゾッとしますねこれは。はい、これ6年ぐらい前の話なんですけど、僕ちょっととある舞台に出させてもらってて、でその舞台が入り時間がお昼の12時やったんですよ。で2回公演で、でその日はちょっと早めに目が覚めて、まあちょっと早いけどええかと思ってその劇場に行ったのが10時半ぐらいやったんですね。で10時半に行って、で地下2階ぐらいに楽屋があるとこやったんですけど、こう降りて行って、ほな電気もついてなくて、まだスタッフも誰も来てない状態で、なんか怖かったんですよ。なんか変な感じすんなー思って、で自分で電気つけて、で楽屋広い大部屋やったんですけど、そこにも電気つけて、もなんかポツンといるのも怖かったんですよ。だからなんか怖いなーと思ってて、でちょっとおしっこしたなったし、おしっこ行こう思っておしっこ行ったんですね。でおしっこのそのトイレも薄暗く電気ついてるんですよ。でおしっこしてたら、その大便の方からあたって聞こえたんですよ。あたみたいな、誰と思って。でその時のとある舞台で三股又三さんが座長の大井龍馬っていうのを出させてもらってたんですけど、そのあたって言うた声がもう三股さんおいちょびっくりするやん、三股さんいたんですか、早いですねって言ったら、そうなんだよって、いやもうちょっと待ってくれよみたいな言うてるんですよ。えどうしたんですかって言うてる、ほんなら、いやさ今さお尻を拭いたんだよ、拭いたらさ指が3本入っちゃった自分が嫌になるよって言ったんですよ。どうして入るの、ゾッとしてもって、何の知らんびっくりするやん。それで、はい、その目線は何なの、その大便の上で喋ってます。わかりますよ、やっぱね、はい、こう覗いたんやろ。いや覗いてはいないです、もう向こうから。あそう、はい、あこういう感じの見股になったわけじゃないよね。まあそうですね、そうね、はい、落語でこれはあるけどこれはあの松本さんもそれは一緒におられた話なんですけども、はい、まあ、心霊スポットをね、はい、ロケでよく行ったりするんですけど、ガキでもう10年以上前なんですけど、なんかねトンネル、あれはほんまに怖かった、はい、本当になんかいろんなランクがあるらしくて、はい、でもその中でももう S 級の本当に行ってはいけないというところに、まあロケで行った時に、まあ本当にトンネルの中にずっとみんな入って行ったんですけど、まあもちろんまあベタにカメラが壊れたりとか、うん、音声がおかしくなったりとかっていう話になって、本当に普通にあったんですよ。ありましたよね。ほいでまあもう戻ろうってバッて戻ってきて、で霊媒師の方もおられたんですけども、一応そこで除霊しますっていう話になったんですけど、でまあ松本さんも除霊されて、でまあ松本さんもまあ一体ちょっとついてました、でももう取ったんで大丈夫です、うん、遠藤君も大丈夫です、浜田さんも一体ついてました、山崎さんもまあ一体ちょっとついてましたけども大丈夫です、田中なんですけども、その霊媒師さんが30体ついてます、めっちゃついてる、霊をひーふーみーみたいな感じで数え出したんですよ、一人一人数えてる場合やない、はい、もうこうもう2
ニコイチでこう例を数え出すと西が30何体ついてるってなって、中ももう顔面真っ青になって、もうその日だけではもう除霊できないってなって、田中の除霊終わるまでに約1ヶ月以上かかります。これ本当の話だよ。この後番組史上最低のゾッとする話。この話さ、いろんな番組でやってごらん、出入り禁止になるから。仕事なくなると思う。クリスさん、はい、クリスさんはなんかゾッとする話あったりするんですか？十分今日ゾッとさせてくれてる。え、私やめてください。ゾッとさしまくりやけど。私あのこの間コンビニでシーチキンマヨネーズのおにぎり買ったんですよ。もうそれだけでゾッとする。何ですか？おにぎり買っただけです。おにぎりはするしないです。普通に食べないでしょ。え、大好きなの。変な使い方しようとしてるんです。どういう使い方ができるんですか？シーチキンマヨネーズのおにぎりを食べてかじったんですよ。そしたらプチ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 ってなるから、何かと思ったら明太子マヨネーズだったんです。私はびっくりしてすぐにあので会社に電話かけてね、それでもなんか取り合ってくれないから工場に電話かけたんですよ。それでもなんか解決つかないから、もう今でも冷蔵庫に取ってあって、それちょっとその話さ、いろんな番組でやってごらん、もう出入り禁止になるから。仕事なくなってもらう。仕事どんどんなくなる。ここは優しいからね。ギリオッケーやけど。ありがとうございます。政治もすぐ出ますよ。クレーマーやからね。あれは。いや、大きいハンバーガー屋ショップでハンバーガー買ってセットで家帰って食べよう思うたら、ポテトが入ってないってもう即出ますわ。おのれから始まる。言います。